福田豊のスキルレベルテストプロ編。ここは難しい。この間できたよ。ここまでね。これ失敗したんだっけ？こういうの3トライだから。福田さんは3トライじゃなかったから。何が80トライぐらいしてる。そうだよ、そうだよ。80したでしょ。これ、これは俺一発でしたよね。3発でしたよ。3発じゃあ俺も3発でできる。やんなさいよ。とにかく好き、ビアード大好きなんです。ビアード、サンドの飯より好き。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。ナチュラルアングル、なんでもないよね。9ボールをスクラッチさせて8を、オーナーに入れるだけです。入れるだけね。難しい。普通は何でもないよね。そう。普通は、ね、普通は頭入りますよ。いや、スリートライだから。3回目の1回目。お、嘘でしょ。イエーイ。一発ね。これ一発だからね。ちょっともう。やべ。やば。一発の一発だから、ね。ちょっと待って。今日寝起きの一発じゃん。誰に教わったの？やり方。ドラゴン。やば。そういうことです。ちゃんとね、理解できれば、理解できればね、一発ですよ。なはい、なわけだからね。スキルレベル6、合格です。イエイ。次行こう。イエイ。はい、スキルレベル7はスピン。スピン。プロ編は、まあ、同じスタン、トップ、スクリューなんだけど、キューボールの位置が違います。うん、ワンポイント、ワンポイントね。ワンポイントの中からインハンド、インハンドです。ああ、今まっすぐ避けてたのに。何言ってんのこれ。インハンドだな。インハンド。今まっすぐ今置いてたのに。また置いたらいいじゃないの。置いたらいいよね。三回いっちゃう。なんか絶対俺にだけ厳しいよね。みんなに厳しいです。はい、一回。止めるだけね。そうです。スタンです。まあいいね、それぐらいは大丈夫ですよ。95点だね。うん、いいよ、いいですね。素晴らしい。これでクリア。あ、そうそう、あと2つぐらいありますから。あの、第1段階クリア、はい、第2段階はトップ。第2段階ね、何トップ。同じワンポイント押すだけの、そうそう、押すダブルイン。ダブルイン。捨て玉入れる。いいね。ダブルハン、ダブルイン。捨て玉も入れる。もちろん。難しいね。じゃあ入れ、入れるじゃなくて、入れないと僕ならない。ダブルインだって、捨て玉も入れるだから。めちゃくちゃ難しいやん。綺麗についたら綺麗になりますよ。本当かよ。行きましょう。1回目めちゃくちゃ難しいやん。急に難しい。これどうだもん。今まで成功できた。これできた。3日見てきてたね。そんなロケじゃないよ。行きましょう。はい。いや、ダブルインスピードは OK。 ダブルインです。ただ、キューボールがちょっとずれたね。惜しい、2回目修正できるのか。まっすぐ置いてた。置く位置が問題だったのか、デリバリーが届いてなかったのかね、ちょっとスピンがちょっと甘かったのか。いきましょう。うん、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 入ってないです。ちょっと待って。
ちょっと俺結構わかんないんだけど似てるのそれは。似てない。似てる。だからもうこういう声とかないから。みんななんかねこういうなんか加えてるから。評判いいよ。加えてて、うんってしか言えない。いや根塚はわかんないけどアニメは見てないから。声は似てるわけない。ちょっとやめて。似て。将来炎上するやつじゃないの。大丈夫ね。大丈夫、うん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 、炎上するほど見てくれてるから分かんないですよ。そう3回目えこれやこれ取り直しとかないからね。いつも言ってますけど終わりですよ。もう明日もやるからさ、もう毎日見つけてドラゴンだけ3日連続やってやんない。はい、ラストチャンス、集中、全集中、はい、推しの呼吸、推しの呼吸です。どんな呼吸か全うしてください、自分の仕事は。確かに。うん、いったんじゃないこれ。ナイス、3日間じゃないからね。すごい、3回目ね。すごい。3回目ね。すごい。まあ、これでクリア？これでトップスピンクリア。あと1個。はい、最終段階はスクリューバック、バックスピン。これをクリアするとレベル6がクリア。6クリア。7クリア。7クリア。なので、1ボールをコーナーに入れて9ボールをバックスピンでダブルイン。ダブルイン？ダブルイン。ここら辺で OK？ こういうの。じゃあダボ、ダボに。入れないとダメ？そう、入れないとダメ。ここにクッション1個は？だって向こう入ったら OK かな。そうね、引いてみたよ。行きましょう、3回ちゃん。あんまこのまっすぐ置くのが難しいよね。そうそう、インハンド置くところから勝負が始まってます。手玉を振っとこから始まってる。見てください、まっすぐだよねこれ。ベストが8切れそう。このボケを拾ってくれない東京のベストが8切れそうです。ボケたのそのまんまだよね。何だね。東京とか大阪関係ないよね。日本語はあれいいね。あれ困ったらこれ見てたもんね。あれいいね。あれいいね。習得したね、あれ。そうだね、うん、あれで1年は食える。食える食える。いきなしろ、一発目。いったんじゃないこれ、うん、いったない。やばっ。やばいやばいやばい。今すごい。ねずこちゃん、すごい素晴らしい。普通やん。普通だね。普通1回だからね。というわけで、1回だからね。1回ね。スキルの7、合格です。素晴らしい。来ました。スキルレベル8は、9ボールでブレイキンラン。3回のうち1発だから、うん、まずこれは序の口だよ。ナインオフット。ナインオフットいいね。じゃないの？お任せそこは。じゃあナインボールでブレイキンラン。じゃあワンボールオフットにしようか。あ、そっちは急ぐか。いやでもナインオフットのブレイク一番うまいりょうちゃんっていう説あるけど、ね。見せたいね、じゃあそれは。いやまあやめとこか。やめるのか。うん。ワンボールはちゃんと普通にね。なんか見てる人。わかんないからね。うん。もう46でいいんですか？これランダムラックでいいんですか？いやあんましそういうのねないんですよ、ね。ないんですか？そう、あんましない。どうせ適当に強くつくからあんましないんですよね。よし、行きましょう。3回チャンスで1回取り切りブレーキだな。さあ、3トライ中に。これ面白いね。必ずほら、ブレーキランに行くから、難しくなっても、引っ出しになるから、うん。これは。コピー機を壊さないようにお願いします。ね、マシ気をつけて。頼む！危ない！お願い！危ない！お願い！セーフ！あ、これ！いいよ。お願い。キャラクター。ああいう数点が2番変。4番も変。もうこんなん無理や。4番までいけど2番が難しいです。2番どうする？え、これ。マップも結構ありますけどね。押
オーディエンスは？あ、ないです。ないです。ないです。50-50もないです。そこに何を聞く？ジーナとフローラに相談するのがいい。あそこのオーディエンスは使っていいよ。もうまさか戻ったんですか？あいつもう寝そうだした。はい。困ったら寝そうだからね。いや、そうだね。そういう。使いますか？困りましたか？困ってない。困ってないですか？まだいいですか？ここからコンビ行けるっしょ。はい。そこ出るか。ナイス、狙った通り。コンビ入る？2-8コンボ。コンビ入れた後、いける？3番目らしいですよね。セーフティーとかないかな。セーフティーない？ない。ノーセーフティー。ノーライフ。熱子。まあ、もともとないからね。みんなに言われたらやんなきゃいけないからね。ちょっとむずいけどまだあります。すごいね。ナイスコミ。根底状態の方がいいんじゃないの。それ何の方？大丈夫です。うん。壁結構分かるもんだね。根底をね。壁の方。ガッバンって出てる。これ怒られないか。怒られます。大丈夫。分からない。行きましょう。行きましょう。これをサイドに入れて出しに行きますね。若干右下ですかね。若干右下でコントロールしながら。すごいね。この4をクリアしたらもう多分クリアできますからね。ここだね。ここですね。完璧だ。完璧。ちょっと行き過ぎたと。ちょっと行き過ぎたけど、薄いぐらいがいいんじゃないですか、逆に。意見があったね、あれちゃんと。気が合ったね、あったみたいだね。鬼じゃない、ちょっとなんか鬼太郎だったの。こっちの方が親近感あるけどね。確かに鬼太郎、
それはおやじなのに。そういう、ね、突っ込めるでしょ。ね、突っ込めないもん。うんうんうんって。あれ腕あるよ、あれずっといじってくれたの。あれ腕あるよ。はい、後ろ、なんで後ろみんな回ってるやん。なんで俺がしゃべってるの。よくお願いします、ね。はい、ね、なんだっけ、つけるよな。するわ、本当に。これ入れるだけ？骨折入れたらいいの？そうそう、これは、メンタルタフですね。メンタル？そう、それは入るよ。1球だったら入る。これフリーボールでしょ？インハンド、インハンド。インハンド、ツーポイントいないでしょ？インハンドですよ。いいな、いいね。うん、インハンド、ツーポイントだから、はい、インハンドで、オブジェクトボールをコーナー入れて、9、うん、ボールをツーポイントの中に止めてくださいと。うん、これを30球連続で、30？ そう、3回のトライのうち、1回でも成功したら OK。 30じゃない、29で失敗したらもう一回次もまた30。そうそうそう、めんどくさ。そこを取りたいわけ。そこがメンタルタフです。なるほどね。だってほら、ね、女の子バージョンは100連発だから。え、これを100回連続入れるの？女の子たちはインハンドで、これをまっすぐ100球。じゃあ俺もそっちでいいよ。だからお姉なのかっていう。あ、やらないからやらないから、うんうん、です、うんうん、はい、それじゃあ行ってもらいましょう。うんうん、もう集中よ。30球やるからね、これ集中よ。もうあんまり確かにスパスパ行かないと。そうだよ、確かにスパスパ行くと出るよね。じゃあ20させてみよう。うん、それは嫌な、それはできないです。ちょっとさ、早ない？なんか強いですよ。強い、うん、強いです。ちょっと強いのがもうちょっと厚くしたら、これもうここで合計したら焦るってことですか？うん、もしかして厚くして、もう少しここら辺にはい、2回目なんか俺に厳しいよね。頑張れ。オッケー、ナイス。さあ、もういけるわ。ここは2の1。ここがいい、ここがいい、ここがいい。2の1。はい、わかりました。オッケー。はい、2の2。2の2。
チンコだったら、うん、行きましょう。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。